ウルサン沖海戦。ウルサン沖海戦は、日露戦争での日本海軍と、ロシア海軍との間の海戦である。英語では時にバトルオブザ・ジャパニーズ・シーとも呼ばれる。ため日本海海戦、バトロブツシマと混同しないよう注意が必要である。ウラジオストクを母港とするロシア帝国、ウラジオストク巡洋艦隊の総攻巡洋艦、グロモボーイ、リ陸、以下ウラジオストク艦隊。 ウラジオ艦隊ともは、両順の主力艦隊とは別行動をとり、日露戦争開戦後、活発な通称破壊戦を繰り返していた。日本軍は、主力艦隊の遊撃部隊で、上村彦の城中将を司令長官とする第二艦隊、総合寿命艦、約も、浅間は第一艦隊に臨時編入を派遣し、ウラジオストク艦隊を捜索したが、捕捉できなかった。 6月15日には陸軍兵士を輸送中のひた丸、泉丸が撃沈され、佐渡丸が大破、スッチュゲンジロー仲裁家のこのエコービー不評第一連隊、等の兵員1000名余りが戦死した日立丸事件。さらに7月にはウラジオストク艦隊は東京湾の沖に出現した。この通称破壊戦は日本の帝国議会でも問題になり、 植村が、農務のため、ウラジオストク艦隊を見失ったと東京の大本営に打電したところ、ある議員は、農務、農務、逆さに読めば無能なりと矢じった。民衆は怒り狂って、植村の自宅へ投石し、植村を、ロ、求む、ロタン、イコールロシアのスパイをばわりした。8月10日、旅順艦隊がウラジオストクへの脱出を目的として、出撃した。 その情報は、旅順から芝生に向かった、駆逐艦レシーチェリヌイにより伝えられ、11日夕国に、その情報が届いたウラジオストクは、越前少将が出撃を命じられた。越前は翌日、ロシア、グロモボーイ、リューリクを率いて出撃し、朝鮮海峡へと向かったが、すでに、旅順艦隊は、航海海戦で敗北していた。出撃の1時間30分後に、 旅順艦隊の脱出は失敗しそのため出撃の必要はないとの方がもたらされ水雷艇がイエッセンの艦隊を追ったが追いつけなかった。ウラジオストク艦隊は夜間は単純人、昼間は北上してくる旅順艦隊を発見しやすいように3から5回りほど間隔を空けた単王陣で航行していた。イエッセンは旅順艦隊と会合できなくても 釜山の位置よりは南へは行かないよう命じられていた。一方日本側では、航海海戦後甲州湾に入りそれから、行方がわからなくなったロシア巡洋艦、ノビークが、津島海峡を通過する可能性や、それに応じて、ウラジオストク艦隊が南下することに備え、第2戦隊が西水道を、第4戦隊が東水道を警戒していた。 8月14日午前4時25分、ウルサン南方を南下中であった上、村引きる、総工巡洋艦、出雲、東、常磐、岩手からなる、第二戦隊は、左舷前方に東下を発見し、4時50分に、それが、ウラジオストク艦隊であると確認した。一方、ウラジオストク艦隊の方も4時30分に北方に、日本艦隊を発見している。 ウラジオストク艦隊は南に向けて、闘争を図ったが、敵発見の砲を受けて南から北上してくる、何和を発見し、一戦を交えるのもやむなしと、北北西に転身。それを受けて、第二戦隊も東南東に変身した。両艦隊の距離は縮まり、5時23分に、距離8400メートルで放線が開始された。放線では、双方に損害が生じたが、 5時36分に、ウラジオストク艦隊が右に変身すると最高尾の、リューリクは集中砲火を受けておくれ、艦長、エフゲニートルーソフ大佐が戦死した。6時、グロモボーイとロシアは16点回答を行い、リューリクと共に北西に向かった。そのため、第二戦隊も北西ほの西に変身し、戦闘を続行した。6時30分、リューリクはダキソン省により、 戦列を外れた。以後、グロモボーイとロシアは流陸を援護しようとし日本大に戦隊との交戦を受けたが、ロシアの損害も大きくなり流陸も損害がひどく、救えない状態になったため7時54分、45分頃にグロモボーイとロシアは北へ逃走した。8時8分頃グロモボーイとロシアは、再度、第二戦隊に向かい、 この時の戦闘で、流陸の放った砲弾が岩手に命中し、岩手で死傷者75名を出すということもあったが、越戦は流陸救援を断念して8時22分には再び北へ向かった。この時には、第四戦隊の何和と高千穂が接近してきていたが、越戦少将は第二戦隊を残りの二艦に引きつければ損傷た、流陸も、 防護巡洋艦二隻を破って帰還できるのではないかと期待していた。上村は第四戦隊に流陸を任してグロモボーイとロシアを追撃したが、出雲の弾薬が欠乏したとの報告を受けたため十時四分に追撃をやめた。この際、あまりの騒音と喧騒にて、隣の人間とも話もできなかったため、上村に弾薬欠乏を伝えようとした参謀が黒板で持って、 割れ残弾なしと書いて伝えると、それを見た上村は、悔しさからか、黒板を三棒から奪い取って床に投げつけ、それを何度も踏みつけたという。ただし、出雲の弾薬は、多摩湖では少なくなっていても大部分は弾薬通路にあったと思い。第二戦隊の追撃中止により、グロモボーイとロシアは2日後に、ウラジオストクに帰還している。両艦の人的被害は、越戦の報告によれば、 戦士百四十、負傷三百十九であり、一方、第二戦隊の方は、戦士十五、負傷五十五であった。宇宙少々率いる名庭と、高千穂は龍陸に対し八時四十二分に砲撃を、開始した。龍陸は魚雷を発射したり、昇格攻撃を試みるなど抵抗を続けたが十時、五路には沈黙、指揮を取っていった隊員は、自沈を命じ龍陸は沈没した。 流陸の沈没後日本側は救助作業を行い626名を救助した。ウラジオストクに逃げ込むことができた2隻も、船体自体に大きな損害はなかったものの上、甲板上に上げられた日本軍の砲弾の箱の修理は、物資や労働力の不足により父として進まなかった。年も明けた1905年に修理を終えた2隻は1905年4月25日に、 日本列島近海へ軍事任務を帯びて出港した。しかし、グロモボーイは5月11日に食来し再びドック入りすることとなった。結局これは対局には影響を与えず、これによって日本軍は日本海の政界権を確保することに成功しているとみなすことができる。また、ウラジオストク艦隊に所属し太平洋にて別行動をとっていた補助巡洋艦、デナは 航海回線、ウルサン沖海,海戦などの法を受け太平洋を渡り、サンフランシスコにまで逃走、抑留された。上村は船乗り将軍とあだなされたほどの猛将であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。